撮っていい動画。声入っていい？あ、別に入っていい。紐つないでんのよ。おかしなことしてるでしょ。私 YouTube に上げてんのよ。だからあのほら姿とかね、猫だけやったやけど迷惑にならへんようにと思ってるんだけど、大丈夫？別にあのごめんね。だから結構ほらあの上げると都会の人なんかは話し飼いにしてる言うて全然怒らはんのよ。そうなの、この田舎やったら私友達に言うたら笑われた、あんた何やってんのって。田舎でそんな紐あのリードつけて猫を散歩してる人なんかいいひんよって、そういうふうに反対に言われることもある。あの都会やったらわかるけど、こんな田舎でね、あの紐つけて猫の散歩あんたどうかしたんみたいな。え、でもどこ読んで行かない？行かないのよ。あ、そうなん。いや行ったよ昨日は。昨日一昨日は行った。一昨日はね、あのほらダイソーの首輪ってすぐ外れるじゃない。でそれで紐つけてて、でここで1回外れて2回ぐらい外れて、でもうしびれ切らして、あの下の道ね、下の道で下ろしたらピューって走ったんよ。で走ってあの下のお家のところで入っちゃって、それでああと思ってたら、私それでさあちゃん探しがってる、あの自転車バス停に置いてたからね、それ取りに行って家の前に戻ってきたら、それも私動画映してたんよね。ほんならね、家の前にさっちゃん寝てた。帰ってたの、おかしかったわ。ほんまに猫の方が一番上手やな。つぼみちゃんも昨日見かけたけど。でもね、ほんまほとんど出ない。たまにほんとちょろっと出るぐらい。せやな、出ないよね。あの、そこの路地をこう抱っこして歩いてきて、それでさっちゃんが走りそうになったから、パッと上見たら、つぼみちゃんがピュッと入って、全然さっちゃんも追いかけていかへんし、もうほとんどあのメス猫やからあれやんな、かんな、あのカットします。あの入りたいわけよね、うん、で昨日はこの草をいただきました。あ、そう、猫草っていうのはどういうのかわかんないんだけど、ああそうなんだ。でね、私その動画 の, あの飼い主として失格やって言われたりするわけよ、まあ、30分たとえ30分でも話し合いして、その間に車に乗って車傷つけるとかね、でよそのところに糞尿を垂れ流すとかね、危ないと、病気もかかるし猫エイズもあるし大変なんや。それでね、私も結局何でこんなことしてるかって言ったら、あのまあ獣医さんとこ行ったらね、あのあまあ血便みたいなのがちょっと出たんだけど、でそれはまあ食べ物、あのいろいろ食べさせてるから、それを1種類にしてくださいってことで、あのまあカリカリだけ与えてんやけど、まあ、ちょっとマシなんやけどね。で結局その食べてへんようでも、あのカエルとかね、ちっちゃな、まあ大体は食べんと持って帰って見せるって感じやと思うんだけど、それ食べてる可能性ないとは言えへんでしょって言われたの、まあそう言われたらそうやけどと思って。で、まあ、この際ね、いろいろ重なってね、一回こんなしてやってみてね、うまくいくもんかどうかと思って3日前からやってんの。これでさ3日目、3日目。そうなのよ、昔何してんやって感じかもやけど、まあ、今日はしてこうへんようになるよね。なんかこの間も黒いふわふわの猫を見たから、大きい猫でしょ。そうそう、あれが結構下の方でも見るから、多分オスなんやろね。あの髪の方で飼ってるはるって聞いたけど、首輪してるしね。それで私その声が聞こえたんですよ、黒い夜でしょ、
でその声がね私聞こえたからあのさっちゃんも気になって、うん、あの玄関のところこう網戸から見てたわけよ、はい、でそれも動画に上げたんよ、うん、そしたらあの動画の中ではつぼみちゃんって名前も出ててみんなつぼみちゃんつぼみちゃんつぼみちゃんにあの振られてるみたいなつぼみちゃんまあ年上のお姉さんやからだこっち来てるってことはまあつぼみちゃんに会いに来てんのみたいな、うん、でクリスマスプレゼントにもらったじゃない首輪とかねそれも言ってたりとかしててだからあのなんとなくもうつぼみちゃんの存在は注目のいいですいいです全然猫なんで猫おかしい面白いなで黒猫もねあのボス猫ですかって言わはったり、うん、せっかく私姿見てるから大きいでしょめちゃくちゃ普通の猫の3倍ぐらいありそうなねだからちょっととぼけたよう な強そうな感じじゃないけど、まあ、私もあのねさっちゃんが来てすぐに裏に来ててクマみたいに見えたんですよあまりにも大きすぎてだからすごい猫がいると思ったけどまた次見たらねそれほど2倍ぐらいでやっぱりその猫が来たら追いかけていくけどねさっちゃんさっちゃんさっちゃんダメダメはいもうダメダメ